はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、今ですね、6年目の1月2週となりました。今回もですね、練習試合ですね。ちなみにオファー見てみましょうか。オファーに女子選手はいるかな？いないですね。チーム編成はご覧の通りとなっております。ひとまず、N1 の、相手をやってみましょう。やってないチームなぁ。どこかやってなかったっけ？武蔵野ホーネッツってやってなかったような気がします。さて、メンツですが、女子選手で固めましょう。と言っても、フォワードだけの女子選手いるのか。もう全員女子選手で、スタメンは、スタメンのフォワードとミッドフィルダーは固められるようになった。ちょっとですね、ここは、ポジションチェンジをやってみましょう。3-4-3行ってみるか。ということは、これで一人を抜いて全員女子選手。キーパーも夏木入れるんで、一人を除いて全員女子選手ですね。こんな感じ。これはまあどこに負担かかるんだろう。違った、広田にして、これでやってみましょう。もちろん攻撃的だけど、そんなそんなに上げずに、漫才ですね。初見と泉川ですね。おっと、くるみが取ったぞ。くるみから緑渡した。あっと、ちょっとキーパーに行って取り損ねた。コーナーキック7個。残念。まあ練習試合ですからね、故障しないように軽い気持ちでやりましょう。今回の動画ではですね、何も、相手が N1 であれば、2試合。おっと、ピンチだ！ピンチだ！ピンチだ！ピンチだが、これは取った。
相手が N1 であれば2試合練習試合を行って、そうでなければ翌週はですね、特訓に回したいと思います。おっとこれ、あ、おっと相手も消えきれられませんでした。おっとピンチだ。初見が来た。初見早いが、おっと泉か、渡してくれたことで逆にピンチを救われたかもしれない。相手の守備なかなか硬いですね。そう簡単には攻められない、守備が硬いチーム。おっとマークはしてるんだが、さあバドエル、いつの間にかこんなとこまで上がってきてるぞ。あーっとマークが一瞬離れたとこ、いやマークしてない選手か、漫才に決められてしまいました。モヒカンヘッドの漫才。さあ逆サイド、さあ今度泉川、泉川一気に抜けた後シュート、これ2点目ですね。やっぱり強いんじゃないかな、武蔵野は、自力は。まあ結果度外視で、まあ N2 に上がってまだ2年目ですし、こういうふうにカードをもらいながら頑張りたいと思います。カラオケ、それでもう試合終わるでしょう。はい、試合終了です。ここがチャンスだったんですけどね。緑、ちょっと弱かったか、悔しがってます。相手もなかなか、これ本当に助けられたなと思ったところで、35分スキーがあったところを決められました。マークし、2人もマークする必要なかったかもな。これは完全に裏をかかれて防御を守るんですが、それを突破されて2点目。そして試合終了というわけで。ボールの支配率は圧倒的でしたね。課題は8ついただきました。さてと4週富山ミラージオもうすぐ始まりますね。オファーの結果っていつ出るんだろう。その間に女子選手いたらこれ確保しとかないといけません。いった、節子、あれ節子ってさ、F リーグって確か最下位リーグだったよな。本当？ディフェンス取ってみました。萌え節子とディフェンダーの補強に図ってますね今ですね。まあフォワードとウィンドフィルダー女子選手だけで構成できそうな流れなんで、あとはディフェンダー補強すれば ほぼスタメンは女子選手でいけるっていう流れになってます。まあ、50万ですしね、お買い得感も強い。これを鍛えて勝たせるといいかもしれない。さあどうしましょうか。フォルティール浜松でいきましょう。
作用投入。今度はですね、一点、基本男子選手で。広岡上皇にチェンジ。その広岡は夏希に代わって、やります。二宝二丸一チェンジ。藤原を千歳にチェンジ。カルベ、エスミ。エスミを窓かにチェンジ。カルベも投入して、こんな体勢で、ヒョータとサヤを入れ替えて、戦術はちょっと広めに。カルベ取り切りました。が本丸がこれ、あ、取り、さすが。二丸か、カルベ。おーっと、取られましたね。さて。ボールを奪うことに成功します。羽生田、ナイス。あーっと、しかしこれは簡単じゃなかった。そう、カザーが取ります。ちょっとこれはシュートをしましたが無理がありました。ヘップバーン、ロングシュート。さすがにこれは簡単にはいかなかったよ。唯一の好一点の際はなかなか捉えました。深澤、なかなかボール取れるシーンがありますね。広田、あおっと、選手点、なんと、なんと N1 浜松相手に選手点取りました。いやー、男子選手のメンバーのみで、しかも主力を落としてですからね。これはなかなかいい流れ。さあ、サヨが取りに行きますが、ここは、広田。ボールを確実に取れるところが、有利につながっているか。さあ、米村が、相手の米村が走ってきて、これは上皇がナイス判断。これは勝てるんじゃないかな。勝ちましたね。なんと勝ってしまいました。N1 相手に。ボールをいかに確保するかっていうことですよね。大事なのは。はい、タイムアップです。というわけで、ボールの支配率は見劣ってたんですが、広田がシュートを決めまして、勝利することができました。課題も7ついただきました。さて、オファーを出していた850万の萌えの方ですね。お、入団合意。もちろん契約です。女子選手ですからね。おっと、臨時コーチ。くすのきさん。お疲れ様です、楠木さん。ウェイト？
ウェイト課題を10個。確かにね、基礎体力って結構大事だと思うんですよね。おっと、N1 との試合ばっかり続くな。はい、さすがに。いくつか、特訓を行いました。女子選手に特訓を行いまして、働かせました。これで能力もちょっと上がってることでしょう。そしてですね、節子との交渉もあります。引き続き練習試合をやりながら、開幕に育てて、来年はもう少し上を狙いたいと思います。まあ目標としては3年目の N1 昇格ですね。3年目つまり今6年目ですか。翌年7年目で、1位か2位になって、N1 に昇格を目指したいと思います。はい、というわけで、カルチョビットアーの動画をお届けいたしました。まあ、いつものことになりますが、チャンネル登録、高評価、またこの動画の共有、そうですね、コメントなども、よろしくお願いいたします。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけで、動画以上になります。ゲーム動画でいこうでした。